エピックバトルシミュレーター2ということで、今回もやっていきたいと思います。それでは今回のテーマはこちら。角翼の陣の、兵種配置といいますか、配置をセオリー通りに配置した場合と、セオリーと逆に配置した場合でどちらが勝つのかというのをやっていきたいと思います。で、角翼の陣の基本的な配置としては、確か V 字型の両端に弓隊で、 V 字型の中央部分に歩兵隊を配置するのがセオリーだったと思います。で、それに対して V 字型の両端に歩兵隊、真ん中に弓隊というセオリーと外れた逆の配置をした場合に戦わせてみたいと思います。もちろん陣形とかっていうのはその時々で変わるものなので、一概にこれが正しいとか間違ってるとか言えるものではないとは思うんですけども、教科書的なセオリーと教科書的な逆セオリーを、今回はですね、検証していきたいと思います。で、さっきからですね、このゲーム画面ずっと見えてるんですけども、この配置の図でいうところの上側のチームっていうのが、セオリーと逆のチーム、下側がセオリー通りのチームになってますですね。こちらがセオリー通りのチームになってます。なので、この大きな四角いっぱい人がいるところっていうのが歩兵部隊で、細い線が2本あると思うんですけども、この細い線っていうのが弓隊になってます。それではですね、こちらがセオリーと逆のチームになってます。なので、この中央部の一番人が多いところに弓隊で、 V 字の両端に歩兵部隊を配置しています。あ、そうだ。でですね、今回使っている兵種に関しては、まず旧兵部隊がローマアーチャー、ローマの旧兵部隊ですねを使っています。で、歩兵部隊に関してはペルシャ歩兵を使ってます。これですね、実は最初にローマ旧兵とローマ歩兵両方やったんですけど、ローマ歩兵、ローマレギオンでいいのかな、大きな盾を持ってるので、完全にですね、この旧兵部隊っていうのがお飾りと化してしまったので、ここは盾のちっちゃいペルシャ兵を、歩兵として採用しています。はい、ということで始まりました。まずはですね、セオリーチームの旧兵部隊と、逆セオリーチームの歩兵部隊が戦いを繰り広げていきます。で、旧兵部隊ね、最初はアウトレンジ一方的に攻撃すると思うんですけども、接近戦に持ち込まれてしまえば歩兵部隊の方が強いので、端っこはもうあれですね、回戦始まりましたね。歩兵部隊が旧兵部隊にどんどんね襲いかかっていってます。で、こっち側も、真ん中の方までだいぶね戦線伸びてきましたね。で、セオリーチームの歩兵部隊も今全力疾走と。で、こっちサイドはもうあれですね、歩兵部隊、逆セオリーの歩兵部隊がだいぶ旧兵部隊崩してますね。で、こっち側のサイドは、今ですね、歩兵部隊全滅、逆セオリーチームの歩兵部隊全滅したみたいですね。で、セオリーチームの歩兵部隊が旧兵部隊に向かって突撃してます。こっち側はどうでしょう。こっち側はあれかな、どちらかというと逆セオリーの方が優勢なのかな、ね、左から右に向かっているので、逆セオリーの方がセオリーチームに攻勢仕掛けてます。こっちは逆ですね。セオリーチームが逆セオリーチームに向かって、だいぶ攻勢を、ね、強くかけているようですね。なので、左サイドと右サイド、どっちを、ね、左と右とするかは置いといて、両サイドでね、戦況逆になってるみたいですね。あらあらあら。はい。そう、どうだろう。今ね、これ見た感じは、今映してる方のサイドは完全にセオリーチームのが押して、今逆セオリーチーム全滅しましたね。なので、これからセオリーチームの歩兵部隊が逆セオリーチームの、これは旧兵部隊かな、残ってるのに向かって突撃します。数だけ見ると今もうダブルスコアでセオリーチームが勝ってるので、おそらく勝敗はセオリーチームが勝つんじゃないかなとは思うんですけども、はい、セオリーチームね、もう今逆セオリーチームの旧兵に向かって接近戦を挑んでますね。セオリーチームの歩兵部隊全滅しましたね。なので純粋に旧兵同士の打ち合いになるので、この時点で1500くらいかな、1700かと、もう20あ10、はい、これはもう決まりましたね。はい、ということでですね、チーム1、セオリー配置チームの勝利となりました。やっぱりセオリー通りは強かったのかなということで、結構差はついてますね。1700対0なので、セオリー配置チームの圧勝と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、結果としては、セオリー配置のチームの方が結構な大差をつけて、勝利となっています。じゃあちょっとね、これ自分なりにまとめと考察の方をねしていきたいと思います。
はい、それではですね、今回のおさらいをしていきたいと思います。まず、最初に今回検証した条件なんですけども、角翼の陣のセオリー配置、 V 字型の両端に弓兵、中央部に歩兵を配置したパターンと、逆パターンとして両翼に歩兵、中央部に弓兵を集めたパターンで、戦いを行いました。で、結果としてセオリー通りに配置したパターンが、割と圧勝ということで、結果が出てます。で、これなんですけど、まあやっぱりセオリー通りに配置した方、両翼に騎兵部隊を配置したパターンっていうのが、最初にね、こう敵の歩兵部隊に向かって弓を撃つところから始まるんですよ。ということは、逆パターンの、両端に歩兵部隊を配置したパターン、方の陣営っていうのは最初にまず弓でこう減らされちゃうんですよね。なので、こう減った状態から戦いが始まって、で、まあ、向こうね、お互い弓の兵士は同じ兵種なので、射程距離は一緒なので、そう、要は、ただただ最初に減らされてしまったということで、数的不利から始まったっていうのが、一番大きいのかなと思います。まあ、なのでね、セオリー通りの配置っていうのは、やっぱり、そう、最初にね、こう、弓隊で敵に損害を与えて、その後に歩兵部隊が、決戦というかね、こう、勝敗を決めるっていう、配置になってるのかなと思うので、そう、やっぱりね、そのセオリーっていうのは伊達じゃないというか、うん、有利にね、戦いを進めることができるから、まあセオリーなんだなっていうのが、分かりました。まあ、ただこれってお互い今攻撃するパターンでやったので、そう、ちょっとね、そこの条件が違うかなって思うのが、もし防御する側だったら、相手が攻めてくるって考えた場合には、今回逆セオリーの方が有利なのかなっていうのもちょっとね、思いましたね。要は相手が攻めてきたのを歩兵部隊で足止めをして、後ろから弓で撃つというふうにね、こう戦えれば、相手は進めないのにこっち側は一方的に攻撃を仕掛けられるということで、おそらくこの攻撃するときと防御するときで有利な陣形って違うんだろうなっていうのがね、分かりました。まあ、なのでやっぱりこう角翼の陣って基本的には防御陣形っていうふうに言われることが多いと思うので、そう、攻めるとね、ちょっと良くなかったなっていうのが、ちょっとね、反省ですね。まあ、なので、うん、今度はね、角翼の陣で、あれかな、相手を魚鱗にして、セオリー配置とセオリー逆配置にした場合、どっちが強いかっていうのを、やってみてもいいのかなっていうふうに思いました。まあ、それはね、またの機会にやろうと思うので、またそちらの動画は、見ていただけると、楽しみにね、待ってていただけるとありがたいです。はい、ということでですね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。